遅いな、二人とも。今日は早めに待ち合わせって言っていたのに。遅刻遅刻。アニエスを待たせてるんだ。遊んでないで行くぞ。ブーブー、スーちゃんノリ悪い。まさかわざわざパンまで用意して。そう、我々は憂いているのだ。この国の未来を、カルバード人の誇りを。諸君には見えないか、移民という存在によって徐々に、そう、徐々に我々は奪われ続けている。この共和国の未来を担う若者たちよ、果たしてこのままでいいのか。そんなあれは反移民主義の信念。他の移民系の生徒たちも投稿してきた生徒を順に捕らえて人質にしたんだろうね。通報されることも前提っぽい。これは厄介かも。敵は8人。どうしよう、スーちゃん。とにかく人質が多すぎる。助けるには一旦気をそらさないと。やめて、殺さないで。おとなしくしていろ。今は従うしかないか。はい、迂闊に動いたら。勘違いしないでほしい。我々は危害を加えたいわけではない。ただ真剣に考えてほしいのだ。真剣という意味、分かってくれるかな。シニョン、どうすりゃいいんだ。やはりすぐに警察に。しかし、それではますます人質の生徒たちが。なんとか我々が身代わりに。わかりました。では私が。マチルダ先生。いえ、ですが、そう簡単に交換に応じてくれるか。皆さんは動かないでください。トア先生、いらしたのですね、トア先生。おおよその事情は把握しました。ここはどうか私に任せてください。トワちゃん先生、もしかして。大丈夫、彼らの目的は暴力ではありません。だったら交渉の余地はあるはずです。その主張内容、反移民活動団体真なる有志団とお見受けします。いかにもそうだが、皆さんの主張について私は論じる立場にはありません。ただもし移民問題を正面から論じたい、多くの人に主張を届けたいと願うなら、この場は私に委ね、武器を収めていただけませんか。ほう、我々と交渉しようというのかね。ええ、その通りです。私はトワ・ハーシェル。教師をする傍らで NGO 国際協力機構に所属し、あらゆる主張をフェアに精査し掲載する機関誌ジェムリア・オピニオンへの推薦権を持っています。
もし皆さんが望むのであれば、その主張を掲載することも可能でしょう。 ICO ゼムリアオピニオンだと。おいおい、聞いたことはあるが。あの国際的にも権威のある雑誌か。各国政府も無視できない存在だそうだが。この場でいたずらに力を振りかざすよりも、共和国の未来につながる議論ができる。それこそ皆さんが真に望むことなのではありませんか。要は主張の場を設けるから生徒たちを解放しろということか。悪くない条件だ。だが解放できるのはせいぜい半分だな。それは皆さんが安全に撤退するための保証が欲しいということですね。何か問題があるかね。いいえ。であればその保証は私が引き受けます。名前でお分かりかもしれませんが、一応東方系の血を引いていまして、資格は十分にあるのでは。なそう来るとはな。いいだろう。その言葉が真実だと確かめられるまでは条件付きだが、まずは半数を解放しよう。その後は状況に合わせて段階的に応じることとする。リーダー、いいんですか。もとより今日は我々の理想を知らしめるのが目的だ。より万人を相手にできるのであればそれに越したことはあるまい。コウ先生、すげえ、これが交渉術ってやつか。よかった、これなら。くそーやむを得ん。